さあ宇治にやってきました、はい、私京都出身なので、うん、地元でのロケってすごく嬉しいんですよ。グッチョブね、京都1回2人で行って、うん、あったあれ以来ですよね。そうそうそう、夏の京都もいいけどもって言ったら冬の京都来られましたね。冬になっちゃいました。秋来られなかったな、ね、でもこの宇治といえば、うん、源氏物語の舞台になってるってところなんですね、うん、そう、源氏物語の最後が宇治でお話が終わるから、ここはすごくもうゆかりの場所なんですよ。冬の京都ちょこっと二人旅、今回は宇治編。前編54条にも及ぶ世界最古の長編物語、源氏物語。その最後の舞台として描かれたのがここ宇治で、源氏物語の作者紫式部ゆかりの地の一つと言われています。そんな紫式部の生涯を描いた大河ドラマ光る君へも始まり、宇治は今大注目の場所。宇治茶も有名ですけど、うん、すぐに宇治の平等院鳳凰堂もありますでしょ、うん、あれはその極楽浄土を具現化したって言われてるような。そう、あの十円長のね、そう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 、ね、そうそうそう、それも歩いてすぐ行けますし、あと三室戸寺、うん、三室戸寺、紫陽花寺、そうそうそう、はい、これからの季節梅も人気で、もうそういったところにもすぐ歩いて行けるっていういい場所なんですよ、宇治は。なんかすごく時間の流れがゆったりしてる、うん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 、今回の注目スポットはこちら、源氏物語ミュージアム。早速平安の間の中へ。では平安の時代にタイムスリップ。これはどういう状況なんですか、はいはい、こちらはですね、はい、まあ、平安時代の屋敷である、まあ、神殿造りと言われる屋敷をこう復元している模型になるんですけども、うん、はい、ここでは平安貴族たちの生活を分かりやすく紹介しているんです。まあ、あのその屋敷の中で、まあ、囲碁をしてるんですけど、囲碁に興味している。その頃に囲碁ってやってたんですか。そうですそうです。なんだ、はい、まあ、平安時代のこうメジャーな遊びとして囲碁でやったりとか。やっぱり女性同士でやるもの、そう、例えばお殿様とやるってことはなかったんですかね、はいはい、ですね、まあ、当時の女性って成人すると人前に顔を見せないっていうのが常識であったんですね。ですのでこうなかなか男性と一緒にこうやって遊びに興じるっていうのは顔を見せられないので、うん、でも見てますよねあの人あの人、そう、見てるんです。あれはあれはあの垣間見をしてるところなんですけど、女性は人前に顔を見せられないんですけど、そこをこう光の加減によって外から見えてしまうっていうのがあって、それで男性が女性の顔を見えるっていうことがあって、源氏物語の中でも光源氏が部屋の中の女性を垣間見てしまい恋愛が始まるというシーンがたびたび出てくるんです。シルエットが見えるけどこう細かくは分からないっていうのがもしかしたら確かに趣があったのかもしれない、ね、写真とかでもちょっとぼかした方が綺麗に写りますよねそんな垣間見を体験できるボックスが。穴から覗いてみると、何何、いいですか、はい、どうぞ。ひろこ姫が、満面の笑みのひろこ姫がいます、はい、まあ、こういう垣間見とかでもしない限り男性は女性の顔がわからないので、そこから一目惚れとかそういうこともあったと思うんですけど、さらにこちらが、まあ、当時の平安時代の貴族の乗り物である牛車ですよね。こう実物大で復元したもの。こんな大きいんですか。車輪が大きい平安貴族が宮中の移動や恋人のもとに向かうときに利用していた乗り物、牛車。それぞれ身分によって乗れる牛車は異なったのですが、お忍びで外出する際など身分がバレないようわざと格下の牛車に乗って移動する貴族もいたんだそう。そんな牛車が小さく見えるほど広い広い光源氏と女性たちが暮らした邸宅六条院が復元模型に。展示室全体が物語シアターとなっていて、源氏物語の最終章宇治十条のあらすじが5分でわかるという部屋も。源氏物語ミュージアムというと、はい、なんか
お勉強なのかなっていう感じで来たんですけれども、はい、体験できたりすごくいろいろ楽しめるものがいっぱいあったので、やっぱり源氏物語って物語だけを読むのももちろんいいんですけど、平安時代ってどんな時代だったのかとかを知ってから改めて物語を読むことでこうよりこう深く理解できて楽しめると思います。なんか一気に源氏物語っていう世界が身近に感じられましたし、あなたもう一回読もうと思って。ありがとうございます、うん。源氏物語の世界に浸った後は、宇治といえば宇治茶。そこで訪れたのが本格的な宇治茶が楽しめるこちらのお店。おお、はい、ちょっと、はい、まずはほうじ茶から西村アナ自分で茶葉を煎って作るほうじ茶体験。でも緑がなくなるくらいまで、そうですね、ある程度全体が茶色くなった方がより香ばしいほうじ茶になりますし、もちろんあったかいほうじ茶をいただくこともできます。あー落ち着く、美味しいです。香りにもねリラックス効果もあったりするので、はい、うん、その作ってる時もいい香りですし、これここからこう、はい、さらに入りたてのほうじ茶を香り袋に入れて持ち運びできるサービスも。おお、可愛いのできましたよ、はい、してるほうじ茶の香りしてもそろそろですよね、ほうじ茶しか入ってないですけど一方松川アナはいいお茶になりますように。開いてるので真ん中から石臼を使った本格的な抹茶作りを体験できるんです。だいたい10分ぐらいかけて1服分引くぐらいですね。鮮やかな黄緑色ですね。そうですね、はい、勢いよく振ってください。自分で引いたお抹茶を立てていただきます。真剣ですもんすごいまろやか。そう、なんからしいようで、ちょっと軽いですね。軽くて、やっぱりまあ泡立てたのもあるんですけど、なんか儚い泡の感じが残ってるので優しいです。私の引いたお茶優しい。冬の宇治の二人旅、一日を振り返って、千年前の文化と香りをちょっとね、うん、体験して、うん、先生勉強とかじゃなくて本当に私たちが楽しませてもらって、うん、いい一日でした。美味しいお茶もいただけて幸せでございました。